どうもこんにちは、そっかじくの久保です。メンタリスト大悟さんが田村敦志さんのね、ことについて言及していた動画を拝見しました。私も当時ね、田村敦志さんが、ちょうどライブ放送かなんかしてるときに、ちょうどたまたま見ていたんですよ。その時にに大悟さんの話題が出て、いや、スタジオでね、見ちゃったんですよね、なんかサインみたいなの出してるの、みたいなこと言ってたんですけども、でもそれは田村敦志さんが、サインみたいなのに感じただけでね、別にね、 誰かスタッフさんがたまたまこうやって顔を拭いたりとかね、サインらしいことをたまたましたのかもしれないのを、田村篤さんが、まるでね、大 o さんがインチキをしていたかのように印象付けるような発言をしたけれども、まあでもそれこそ、あの、田村篤さんの個人的な感想ですよね、とこじゃないかな、というふうに捉えていたんですよね。だからあれについて、 やっぱり大悟ってそういうことをからくりがあったのかっていうふうに言い始める人はそういう受け取り方したんでしょうし、私はね、まあ、いやー、田村厚さんそれちょっと考えすぎじゃないのとか、もしそうだとしても、それここの場でばらしちゃっていいのとかね。<laughs> 逆に田村アーチさんっていうのは、そういうふうに、あの、まあ、いわゆるね、例えば手品師がですよ。手品師って別に超能力者じゃないわけですよ。ミスターマリックさんにしてもそうだけども、あれは、 手品を魔術として演出したのをみんなで楽しむってことをやってるのに、ネタがこうですみたいなのを会場でばらす人がいたら、それは面白くないですしね。あの、例えて言うと、ラーメンとかに、その、秘伝の味とかあるじゃないですか。料理でも隠し味とかね。それを、たまたまそのネタを知った人がね、こう、いろんな食事を作って、いや、これはちょっと教えられないですよ、この秘密は、とか言ってるのに、いや、これはこういう風にやったんだよ、とか言って。 だかその人の人面目を潰すすよよううな行為だと思うんですよねねこれは、ね、芸能界の闇っていうよりも演出上の,、まあ、あの教えちゃいけないことじゃないかなと思うんですよタブーだと思うんですよねこれは。だから DAIGO さんがその人を黙らかしてなんとかっていう風な感じで見るのかいやあれは手品とか心理学を使ったあのそういったねエンターテインメントを、うん、メンタリストっていう風な見せ方をして。 わあ、すごい、メンタリストってこんなことができるんだ、みたいな、夢を持たすためのや、ことをやってるのかとかね。結局、ネタはなんかありますよ、それは。何でも。ね。種も仕掛けもあるわけですよ。DAIGO さんだってね、それはサインを出すとか出さないとかじゃなくても、高い確率でこうじゃないかなっていうふうに、たまに外れることを注意深く見てね、その人の行動とか発言によって読んでるだけですからね。うん。だから、なんかこう、 全部がインチキなんだとかねあいつをこう暴露してやるんだみたいなことのなんか掛け合いになっちゃってるのかなと思ってちょっとなんとか気持ち悪いなと思いますよねうんそれは何でもネタはあるんじゃないですかねそんなこと言ったらねお笑い芸人がこの前こんなことがあったんですよっつってからね会場を沸かしていて別にお笑い芸人がそんな体験してないわけですよねしてることもあるかもしれないけども あることないこと言って、とりあえず最終的にはお客さんを笑わして、いい気に気持ちにさせるっていうのが、その番組の趣旨だったり、目的じゃないですか。じゃあ、DAIGO さんがね、なんか、メンタリストとして、人を驚かして、わあすごいメンタリストってすごいなって思わせる番組に対して、誰かを脅し入れたんですかってことですよね。そう考えていくと、あの、なんていうの、みんなを幸せにする嘘とか、みんなを楽しませる嘘とかトリックってのは、それは大いに、 テレビの演出として認められるもんでもあると思うんでですよでも誰かを陥れるとかね誰かの目を傷つけるとかっていう風な嘘っていうのはやっぱり糾弾されるべきかなと。とはどういうんですかねあのジャニーズ北川さんの性被害っていうのはこれは許されることはないじゃないですかそれと同列に DAIGO さんがメンタリストと称して何かねトリックのあることをやってみんなを驚かしたみんなに夢を見せた。 楽しい時間を過ごさせたってことを同列に語るのはどうかなと思うんですけども、どうでしょうかね <laughs>。それに比べたら、田村あさんはね、私は結構ね、あの、うん、なんか、男気のある方かなと思ってたんですけども、随分、せこいことをするなっていう印象も持つし、もっと言ったら、いや田村あさん、あのぐらいのことをね、自分の感覚で勘違いで話すこともあるんじゃないのかなと。そこに大悟さんが別に怒ることはないんじゃないかなと思いますけどもね。まあね、大悟さんにしてみれば、あの、 冗談じゃないいってとところがあると思いますけどね、うんまあねこれによって田村さんが DAIGO さんから恨みを買うことはあってもね私たち視聴者とかまあファンの人が「田村篤とんでもないやつだ!」って思う必要はないんじゃないかなと思いますよね。<laughs> 一緒になって怒んなくてもいいじゃないかってことですよね。はい、ということでございます。お疲れ様です